は、選抜店に出店しているアクツと言います。よろしくお願いします。何を話せばいいですか。まあ、この作品について。あ、はい、今回の作品の思いを。この2点を作品として出させてもらいました。でこちらはですね、実はアジサイにも見えるしブドウにも見えて、実際は藤の花なんですけど、ちょっと4月の中旬ぐらいに藤の花をですね、写真を撮りに行ったらもう若干枯れまくっててですね、まあそれで、ちょうど前日の雨の、名残があって、まあ、こんな感じで写真にして仕上げてみました。でもう一点はこれは大船で撮ったんですけど、大船の、まあ、噴水があるところで、ちょっと水を見ててですね、こんな感じでイメージして写真を撮ってみました。で今回一応2点作品を出すっていうつもりなんですけど、まあ、今回ですね、たまたま水つながりで、まあ、2点とも水をモチーフにして、出展の方させていただきました。見ていただいてありがとうございました。貝塚のり子です。今回パステルの作品を2つ出展させていただきました。どちらも木漏れ日を表現しています。こちらの作品は藤棚の下にある木漏れ日を表現しました。でこちらは、ちょっと林が両脇にあるようなところの道に落ちている光を表現しました。どちらも通風景というと上にというか木とかお花とかそういったものを皆さん注目されると思うんですけれど、私はなぜか不思議とその注目されない下にある木漏れ日の光の方がとても気になって、すごく光の移ろいですとかそういったものにすごくいつも感動して、その時出会った心の喜びを表現したいなと思って今回描きました。下が見つけてない。終わりですか。あ、終わりです。新関義子と申します。私はこの2つの作品を展示しました。友達と行った先での楽しかった思い出をですね、楽しかった思い出だったりとか楽しかった時をですねイメージにして、この写真とで、帰り間際に撮ったこの2枚の作品をですね展示させていただきました。この作品を見ていただいて何かちょっとしたみんななんか残るような思いが残るような作品を今後も作っていきたいなと思います。今日はご覧いただきましてありがとうございます。はい、こんにちは、鈴田佳代と申します。写真を5年ぐらい続けておりまして、今回お話をいただいて出展させていただきました。こちらタイトルは出会いというタイトルで出展いたしまして、こちらですねツツジの花なんですけれども、ちょっと青みがかった花の色が珍しいなと思ってこちらを写真を撮りました。おしべとめしべが太陽の方に向いて伸びているのも綺麗だなと思ってこちらに、ピント合わせて写真を撮りました。本当にこの会場にいらしている方もそうでなくてこちら動画で見ている場合でも出会いと思いますので、どうぞ楽しんでください。お願いします。あ、はい、こんにちは、今井健一です。作品名は、自由です。私は今回は、絵での出展なんですけど、絵は実は去年の夏ぐらいから、習い始めて今回初めてこうやって人に見せる形となりました。これはうちの奥さんが、うちの部屋で、ちょっと夜風に当たって涼んでいるところをもともと写真に、スマホで撮った写真なんですけれども、まあ、その、風に当たって涼んでいる様子がですねとても気持ちよさそうで狭い部屋の中なんですけど、ここらまるでこの青空というかこの広がる風景の中にいるように
そういうふうに私に見えましたので、このような絵を描きました。ちょっとまあ最近はあのコロナで、自粛という言葉がよく聞かれるんですけれども、まあ、こうやって絵を描いたり、展示したりっていう自由は、まあ、あるんじゃないかなっていうので、まあ、こういうちょっと世の中暗い時にまた自由っていう言葉を思い出して活動していきたいなっていう、そんな思いも込めています。ありがとうございました。佐橋雅也です。今回は初めて作品出させていただきました。今回はもう自分のカメラで、雪が結構好きなので、そういった形で地元の成田で写真を撮ってきました。こちらの写真だと昔のレンズで一応光を撮ったりしてました。こちらは同じレンズで小さい下の毛を綺麗に撮っていきたいなと思いまして写真を撮りました。ありがとうございます。こんにちは、高崎理恵子です。今回2回目ということで参加させていただきました。今回はちょっと渋めの写真を撮りたいなということでこの2点を出させていただいています。一つは花、ほのかに輝く、でもう一つは青、暖かく揺らぐというタイトルで、作品として進んでいただきます。前回皆さんの作品を見させていただいてとても刺激を受けて、私も写真の中で生物画を描いてみたいなと思って撮ったのがこちらになります。キャンドルは火をつけてたんですが、結果としてはこう消した後のものを作品としました。でこちらは逆に火を灯した状態、この青いキャンドルが透けて色が変わるその変化というのを見ていただきたくて制作しました。そしてその向こうに飾らせていただいた写真を撮った時のキャンドルがこちらの2点になります。青のキャンドルと紫のキャンドルになります。そして今回このように被写体のキャンドルも展示させていただいております。一つ一つのキャンドルはいずれも誰か特定の人物をイメージして制作をしているので、最後までどういう形になるかわからないっていうのが作っていて楽しいところです。でも結果として皆さんハートの中にある輝き、人それぞれの輝きっていうものを、まあ、表現的にしているつもりなので、それをこうお渡しできるのがいつも楽しくありがたくさせていただいています。でこちらは今回初めてのチャレンジ、金箔なんですが、お隣の泉根さんからプレゼントしていただきまして、箱を使ってみるっていうのにチャレンジしました。ろうに箱を貼るっていうのは多分ナンセンスなんだと思うんですが、すごくそういう機会をいただけたっていう、このご縁にやっぱり平成会の仲間のネットワークというか、優しさだったり温かさだったりこう支えがあったり、そういうものをここで体験させていただいていて、すごくありがたく、ちょっと拙い作品になりましたが、それをここにまた還元するっていう意味で今回展示させていただきました。もう平成会の皆さんは本当にいつも皆さんに優しくしていただいて、とっても、ね、居心地が良くて、また来年も出したいなって思っています。今後ともよろしくお願いします。とまると申します。今回ですね、全力ウグイスという写真と大高舞うという2点の写真ですね、展示させていただいております。で、まず1点目の全力ウグイスの方ですが、こちらですね、まあ、ウグイスって普段、なかなか声は聞こえるけど姿は見えないという、鳥で、なかなかこれだけはっきりと撮れる時ってなかったと思うんですけども、
まあ、自分の中でもですね、これだけはっきり背景まで整理できて撮れたというか、うん、まあ、すごくお気に入りの写真となっているというところと、あとですね、泣いているところ、本当にポケ局の瞬間なんですけども、まあ、もう本当に全力で胸筋を使ってですね、胸筋を使って泣いている姿をですね、こう撮れたので、今回展示させていただいております。それともう一枚ですね、大鷹が舞っている写真ですね。でこちらはですね、まあ、大鷹が下の方に写っておりますが、飛んでいるのは舞っているのは羽はですね、本人の羽じゃなくて、これは追いかけている鳩の羽です。でこの鳩の羽なんですけども、まあ、大鷹にとっては、まあ、狩りですね、狩りをしているところで、狩り失敗してちょっと掴みかけて羽だけ飛んでるというところ、ちょっと鳩まで行ってしまうと少しグロテスクになるかなというところと、あとまあここにこの範囲を切り出すことによってですね、すごく想像をかきたてるような写真になったなと思って、この画角で切り取りをしてですね、出させていただいております。まあ、あと曇りの日だったので、これがまた水墨画っぽくなってですね、まあ、色的に面白いなと思って、今回展示させていただきました。以上です。はじめまして、佐藤大輔と申します。今回写真を4点と水彩画を1点出展させていただきました。写真はこちら、タイトルが生命、お花がもう枯れた時のお花なんですけど、最後の朝の光が入って、まあ、一番最後の美しい瞬間を抑えたくて撮りました。写真から伝わってくるものがあるなと自分は思っていて気に入っています。こちらは鳥が海の底に、突っ込んでいくようなイメージの写真で、まあ、タイトルは全身全霊というタイトルで、まあ、こういう心境になってた時期があったので、まあ、その時の自分の心情を表現しました。あとパステル画っぽくしてみたかったあります。こちらがタイトルがユニバース。まあ、もう見たまんまというか宇宙を感じる写真だと表現しました。こちらが輪廻転生、これはこれからまた新しい生命がこれからこう生まれていくっていう、はい、気持ちを込めて撮りました。でこちらコンパニオンというタイトルで水彩画です。こちらは2003年もうだいぶ前に、私が描いた水彩画で、国連難民高等弁務官事務所のパンフレットのモノクロだったと思うんですけど、写真を見ながら当時描きました。まあ、子どもの頃からこういった難民の方々の問題っていうのはニュースとかで見聞きしていて、まあ、人類として解決すべき問題だと思っていたら、なかなかずっと解決しないまま現在に至っていて解決すべき問題だと思っております。まあ、まあ、そういった気持ちと、あとは絵から伝わってくるものがすごくあるかなと思って、大事な一枚。以上です。